皆さんこんにちは。生きがい TV へようこそ。サワディゆきにです。サワディカップ。本日私は北ガスアリーナ、まあ初めて行ったんですけど、あそこでね、札幌市主催の、シニアの方への仕事探しみたいな、まあ、イベントがありまして、そこで元コンサドーレ、元日本代表の吉原康太さんが、まあ、講演をするということで聞いてまいりました。非常に面白い公演でね、現役時代の話、どうしてね、コンサドーレに加入することになったのかとか、今のコンサドーレをどう見ているか、みたいなね、話が聞けて、ね、非常に面白かったです。で、まあ、その公演の内容はね、まあ、いずれ、まあ、近々、動画にね、まあ、撮影禁止、録音禁止だったんで、もうとにかくスマホでバーってメモ取ったんで、まあ、ちょっと、紹介したいなと思うんですが、まあね、普段、記念撮影してもらった時に、YouTube やってまして、で、吉原康太さんのコラムをね、紹介させてもらってますってことを、伝えました。そうすると、もう YouTube やってんだ、出るよって言ってくれて、知らない YouTube 出る人います。ねえ、今日始めたかもしれんやん、YouTube、それ。ね、出るよってね、言ってくれたんですけどね。まあ、皆様のプッシュがね、あれば、吉原康太さんにプッシュね、生きがい TV、出たらいいっすよって、ね、プッシュがあれば、生きがい TV ゲスト、吉原康太もね、あるかもしれないんで、皆さんの後押しにかかってるんじゃないかなと。まあ、そういう感じで、まあ、直接ね、話ができてよかったなと思います。で、コンサドーレ、今週末土曜日、町田ゼルビア戦が控えてますが、まあ、その町田戦の分析は明日するとしてね、今日は、最近気になったコンサドーレ関係ニュース、僕が気になったところを、紹介していこうと思います。で、そんな、吉原康太のね、康太ズチェックいきましょう。菅と近藤の両サイドが仕事をすれば自然と残留はできるという話ですね。東京ヴェルディ戦、敗戦はアクションの差の違いが大きかった。相手はワントップの木村にボールが入った時、ツーシャドウが素早くフォローしていた。それに加え、ディフェンダーもハーフエンラインまでラインを上げ、サボってはいけないところでサボっていなかった。全員が予測した上で動き出しをしていたのに対し、札幌は武蔵がいいキープをした時になったら走ろうという感じ。後ろ手になってしまい、バタバタしたまま終わった印象だと。後半27分くらいからパワープレイに転じたが、あれはミシャの妥協点かと。今まで通りつなぐサッカーをしていると、終盤になるとどうしてもパワーが落ち、マンツーマンの寄せが遅くなり、後ろもギャップをつかれ失点してしまう。0対1の状況であれば、点を取れずにでカウンターでやられるなら、シンプルにするのはある程度仕方がない。パワープレイをしたことに対してどうこうは言わないが、やるならばボールの引き込み方とか、チームとしてオートマティックにできる形、何個か準備しておくべきだった。で、残り8試合。鍵になるのは決定的な仕事をできる選手。その意味では、両サイドの菅と近藤の存在、大きなものになってくる。左の菅が使われているのは一発があるから。ただ、ヴェルディ戦ではサイドでのボールの受け方でも、中に出すふりして前に行く場面、ゼロに近かった。後ろに戻すこと自体間違いではないが、その選択をしたことで最も早く展開できるならという話。そうでないなら戻すと見せかけて、体を開いて前の選手につけるとかしないとと。ちょっとの工夫でガラッと変わるシーンはたくさんあった。近藤もいい抜け方はしていたが、クロスの質が良くなかった。100% のドリブルで行って、そこから正確なクロスを上げるのは無理。一生懸命なプレーは評価しているが、突破した後の余力のなさすぎる。
スピードに頼っているのような形を変えていくのも今後は必要と。2人ならもっとやれると思っているから、あえてここで言わせてもらった。彼らがアシストなどもっと目に見える数字を残さないと今後の戦いは厳しくなる。キーマンの彼らが責任と自覚をよりピッチで示していけば、周りも触発され自然と残留はできるということで、この両サイドが肝っていうことを言ってるんですね。確かに過去見てもね、金子拓郎とルーカスのこう両サイドがやっぱ肝だったわけで、それが今は菅と近藤と、まあ、ただね、菅選手最近ちょっとスタメン落ちしてますから、まあ吉原コーダー的には例えばボランチだと田中克幸使えと、今回だと、ウィングバック菅と近藤がいいんじゃないかっていうことも含めってことですよね。で、この菅選手の縦に中に行くと見せかけて縦に行くっていうのはね、あのルーカスが得意としていたフェイントですよね。だからカットにすると見せかけて縦みたいな、あればっかりやってクロス上げてましたから、菅選手もそういうねプレーをしてほしいと、中に出すふりをして前に行くというフェイント、あれはね有効ですからね。てな感じで、まあゼルビア戦誰が左ウィングバックやるのかと、いう話で、まあちょ昨日ね練習見に行ってて、あこの選手がやりそうだなっていうのはあるんですが、まあちょそれはね黙っていようかなと思います。さあそこもね、だからゼルビア戦誰がウィングバック、ね、左ウィングバックをやるのかっていうところもね、一つの注目、勝敗の鍵を握るポイントかなと思います。で、そのセットプレーに対して、ちょっと見たんですけど、相澤さんがね、何をやるにも賛否両論あるが、第8を前線に配置して何が何でも1点を取ってやろうという姿勢は個人的に気持ちが動いた。張ってでも前へ、一歩でも前へ、次につながってくると信じていますということで、まあ、パワープレイに、まあ、心動かされたということで、確かに何ですけど、だピッチにいた菅野選手からするとあのパワープレイっていうのは、勝ちに行く布陣だったと。菅野選手個人としては、勝ち点1でもいいんじゃないかと思ってたんだけど、ミシャは勝ち点3を取りに行く選択をしたと。それがパワープレイだったってことなんで、まあそのピッチにいる選手と、まあ、見ている僕らだとまたちょっと感覚とか、まあ、違うのかなって感じも、まあ、ありますね。はい。で、そのパワープレイに関してなんですけど、こう今日の記事でスパチョーク背番号19の由来、亡き父誕生日に、っていう話で、スパチョークのね背番号19は、自身のラッキーナンバーに加えお父さんのことを忘れないためということなんですね。お父さんがもうすでに亡くなられていて、そのお父さんの誕生日が9月19日と今日ってことですね。でお父さんのことを忘れないために、背番号19番を選んでいるということで、ベルギー戦でねハーフタイムで交代しましたが、あれは堅い守備の相手に対し後半高さを生かした攻撃に転じるための戦術的な交代だったと。で本人的にも45分は短かったと、もっとプレーできたら何かできたかもしれないということで、痛いところは何もないということなんで、怪我ではなかったというのが一安心だなと思いますね。ただまあ、ある意味パワープレーをやるときにスパチョークは必要ないというか、僕としてはやっぱスパチョークアシストでもかなり期待できるんで、残しておいた方が良かったんじゃないのかなと思うんですけどね。はい。で、小野伸二さん。小野伸二さんのマンデーフットボールで、田中克幸と、原康介に小野伸二、司会の小野伸二自身がインタビューをするという回がね、前々回、配信されてたので、まあ、どういう内容だったのかというところ、まず田中克幸、
今までうまく数字につながらなくて伸び悩んでいたのがネックだったと。天皇杯をきっかけに数字を残せたのが大きな自信になったというふうに答えていて、小野伸二は田中克幸に、勝の持ち味はやはりボールキープしながらイマジネーションあふれたキックだと。僕自身勝がスタメンから出て自分とチームのリズムを作ってくれることを楽しみにしている。途中出場じゃなく出れるようにアピールしてほしいというふうに注文つけてました。ということで、まあ、小野伸二もね、田中克幸をスタメンで使ってほしいというか、まあ、自分でスタメンを勝ち取りなさいということをね、小野伸二自身が田中克幸に、投げかけてましたね。で、原選手については、原選手のプレー見てもコンサドーレに必要な仕掛けをする選手だなと思うと。自分のストロングを出してチームにいい活力を、与えてくれというふうに言ってました。で、その仕掛けの部分、自身でもミシャから言われているし意識してると。で、コンサーで今季初ゴールを決めたシーンは未だに目に残ってるってことも、原康介自身言ってました。てな感じで、このね、ルーキー、まあ、大卒高卒のルーキーということで注目されてるんですが、やっぱりちょっとね、序列が落ちてきてると。ただ、この町田ゼルビア戦ね、大崎レオと荒野拓磨が出場停止なので、さあ、田中克幸、ここのね、このチャンスを生かすことができるのかどうなのかっていうのもね、注目になるかなと思います。で、もう一方ね、原康介なんですが、このマンデーフットボールでも U19 日本代表と紹介されてましたが、ちょっとね、まあ、残念なお知らせというか、この U19 日本代表は今月のね21日から U20 アジアカップの予選があるんですよ。今月予選で U20 アジアカップの本戦は来年2月に中国であります。で、このアジアカップ U20 アジアカップ中国でベスト4に入ると、来年の5月にある U20 ワールドカップチリに出場できるという感じで、この今月のアジアカップ予選、来年のアジアカップ本戦でワールドカップと U20 の大会が続いていくんですが、原康介、この今月のね9月の、キルギスで行われるアジアカップ U20 アジアカップ予選のメンバーはね落選となってしまいました。先週ですね、12日発表された U19 日本代表メンバー&スケジュール発表に、原康介の名前はなかったということで、非常に残念でございます。まあ、ただね、メンバー見ると大学生が多いかなといった印象ですね。ただ、コンサよりもカテゴリー下ね、の下の福島ユナイテッドとか、今治の選手とかも呼ばれてますんでね、ちょっと悔しいですが、まだまだね、今言った通り、これは、アジアカップ予選で、来年本戦、そして U20 ワールドカップがあるんで、ぜひね、原康介がこの U20 ワールドカップのコンサドーレから送り出したいと。そのためにはやっぱ本人の活躍、ね、期待したいなと思います。はい。で、あとは、荒野拓磨選手のね、ラジオを聞きました。で、最新回を聞いたんですが、恥骨痛に悩んでたという話があって、で、この恥骨痛ってその慢性的なもので、発症したみたいな、見解を出してた人もいたんですが、京都戦の時に相手の膝が、恥骨に入り、それによって負傷していたということだったみたいです。で、非常に辛くて、特に起き上がるのも辛いと。で、一番辛かったのは咳をするだけでそこに響くっていうのが非常に辛かったという話をしていましたね。そして、そんなね、同じく怪我から復帰した深井一樹選手の、復帰に関しても触れて、あの試合ね、マリノス戦で復帰した時には僕も、心に来るものがあったという話をしていて、普段からね、一樹選手の、リハビリをしている姿を見て、こうやって和樹が頑張ってるなら自分も頑張らなきゃいけないなと、
いうふうな思いで、共に頑張っていたという話しておりました。で、そんな深井選手がね、今まで SNS でやってこなかった人間だけど、これを機に自分で発信していきたいということで、インスタグラムをやっているということも紹介していて、で日々ね、名言みたいなものがあるので、それにこう感心しているっていう話もしていたので、チームメイトのね、SNS も、紹介したというのが、今回の荒野拓磨選手のね、ゴーゴーコンサドーレの、内容でしたね。そんな感じかな、喋りたかったのは。まあ特にね、この小野伸二が田中克幸に、期待しているっていうのがね、面白かったし、なんかやっぱり、勝自身もね、小野伸二みたいなファンタジスタになるんだというふうに言ってましたんで、期待されてるんだなという感じですね。あ、思い出しました。最近ですね、最近今週、ACL が開幕しましたね。今期の ACL が開幕して、 ACL エリート、コンサドーレ提携クラブブリーラムユナイテッドはですね、ホームで、ヴィッセル神戸と対戦し、0対0のスコアレスドローとなりました。でこれメンバーがすごいんですけど、ブリーラム完全にね ACL 仕様で、タイ人のスタメンが3人だけだったみたいです。ササラックとティーラトンとスパチャイだけ、それ以外全員タイ人じゃないと。一方、ヴィッセルは全員日本人という感じで、ね、今期から ACL のレギュレーション変わって、外国人枠が撤廃されたんですよね。だから、なんならもう全員外国人でもいいという感じなんですけど、ブリーラムはそれぐらい ACL 仕様に選手を取って、で、ただ国内リーグはしっかり外国人枠があるんで、要するに ACL 仕様のメンバーチームと国内用のメンバーチームみたいな感じで、がっつり選手をキープできるぐらい、すごい、まあ、資金力というか、パワーがチームとしてあるなということなんですよね。ただ、ブリーラムの関係者の人と喋った時に、コンサドーレとはパートナーだからっていうふうにはっきり言ってくれてたんで、って感じで、やっぱりコンサドーレとブリーラムって、まあ、その、タイと日本 J リーグでね、リーグのレベル差あるけど、クラブとしてのパワー、資金とか、そういう面でやっぱりちょっと差があるなと思っているんで、やっぱりこのブリーラムとのいい関係をね、つなぎながら、ブリーラムに少しでもね、パートナーとしてこう近づいていけるように、いい関係を保ちながら、やっていきたいなと。コンサドーレもやっぱり ACL 出場っていうのをね、掲げてるわけだから。じゃあ実際に ACL 出た時に、ブリーラムからいろいろ教えてもらう、支援をしてもらうとか、やっぱそういう展開も出てくるわけで。やっぱりこう、ブリーラムのこと、パートナークラブのサポーターとして、やっぱり気にしていきたいなと思いますね。こういうことです。大事、パートナーですね。はい、てな感じで、今週のコンサドーレ関係ニュースということです。もちろん明日町田ゼルビエさんに対して分析動画出します。で、前ね、先週かベルディ戦の分析動画って出した時に、いやこれ分析じゃないじゃんと、お前ただ読んでるだけじゃん文章っていう風に、まあ、書かれたんですけど、なんでじゃあ僕スタメン予想しないのかなと思ったんですよね。で、気づいたことがあって、僕練習とか見に行くじゃないですか、とかあと教えてもらったりするじゃないですか。そうするとコンサって練習がオープンなんで、はっきり誰がスタメンか分かっちゃうんですよ。簡単に言うと、ビブス着てるのがスタメンで、で着てないのがサブメンで、その紅白戦にも入れないメンバーっていうのが見たら分かっちゃうんですよ。だからそれを踏まえて言うと、もうスタメン予想じゃなくてスタメン発表になっちゃうんですよ、ほぼほぼ。僕が喋っちゃうと、だって分かるんだもん。でもそれってまあね、良くないじゃないですか。じゃあその見たものを外して自分の希望スタメンみたいなのを並べたするじゃないですか。まあこの選手使ってほしいとかあるんで、ただそれをなると、その事情をね知らない人から見ると、こいつ何も分かってねえなとこいつ見当外れすぎるだろうっていう話になるんですよ。だから予想スタメンを僕が発表するのって結構難しいんですよね。そういうのもあるってことをね、
まあ理解してもらって、まあまた明日みんなでね、町田ゼルビアに戦に対してこう分析とか展望していきましょう。ということでまた明日生きがい TV でお会いしましょう。バイバイ。